群馬ヤンバはい、カットカットー。ダメダメー、ゆるいよ、君らゆるすぎるよ、これじゃあ。というわけで、ここからは我々が進行したいと思います。ここからは第1弾でお世話になった大池さんに紹介をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。七子堂ヤンバ資料館ということで、今1階のフロアの方に入ってまいりました。で、こちらなんですけれども、ヤンバダムの歴史だったり役割っていうのをちょっと表示させていただいてます。こちらのですね、ダムカード発見機の方で配布をさせていただいてます。1枚ずつでお願いします。上これって何ですか？これなんですけど、ヤンバ1万本桜プロジェクトといいまして、地域住民の方と一緒に桜の苗木を植える活動をやってます。植える、それの募金箱となります。じゃあ僕募金します。いやいや、お願いします。どうぞ。2階の方の説明をさせていただきたいと思います。と、2階の方はですね、ダムの仕組み、ダムの効果、こういったものを紹介するような階になってます。続いてはヤンバグルメ探訪のコーナーです。本日は資料館隣のヤンバ茶屋に来ていました。失礼いたします。はい、お待たせをいたしました。こちらが醤油ラーメンになります。このヤンバ茶屋は豚骨、それから醤油、塩と3種類のラーメンを販売をしております。いただきます。普段もっと取ってるんだ。うまい。自家製の細麺がスープにしっかりと絡んでとっても美味しいですね。感想を慣れてる。いただきます。あ、やっぱりこれ豚骨醤油、豚骨塩ですね。これ豚骨が入ってます。豚骨が入ってます。ところで、群馬ちゃんは何味が好きなんですか？全部好きなの。やがながら、ヤンバ茶屋は美味しい食事もさることながら、このようにお土産も充実しています。ここでしか買えないヤンバダム限定グッズもたくさんあります。それでは次回も頑張ります。